第3艦隊は、第2本帝国海軍の部隊の一つ、略称は3回、常設だった第1艦隊、第2艦隊と違い、必要に応じて編成、解散される特設艦隊であったため、日露戦争から太平洋戦争までの間に6代にわたって、編成と解散を繰り返した。1903年12月の臨戦編成において、大本営直轄で警備。 紹介を担当するために老朽艦を集めて編成した。1904年3月より連合艦隊に編入された。艦隊行動を想定していない寄せ集め部隊のため、国境艦隊と揶揄されたが、陸軍部隊の近州上陸支援、日本海海戦当日の発見から敵情報告と日本の勝利に大きく貢献している。カラフト作戦の上陸支援の際には再編された。 1905年12月の連合艦隊解散式と同時に解散した片岡七郎中将中村聖火大佐1903年12月28日斉藤隆大佐1905年1月12日から1905年11月2日1905年12月20日より日本海軍の艦隊は第1艦隊第2艦隊南進艦隊練習艦隊となった 南進艦隊は中国大陸における法人保護を名目として編成された。1908年12月24日に南進艦隊を改名したのが2代目の第三艦隊である。第三艦隊の編成と任務は第三艦隊寿洋艦、通報艦、砲艦7隻内ただし、死必要に欧しく体を付属す第三艦隊派台湾、宝庫列島、洋舟港流域及び それの遺願に、おける申国演会の巡航警備二人数と定められた。後の海外派遣部隊と同様に司令部を置かず、指揮官は司令官であり、参謀も二名のため参謀長も定められていない。侵害革命発生に伴って、河川崩壊や駆逐隊が増強された。第一次世界大戦が勃発すると、中華民国政府は中立を宣言したため、公揚力のある巡洋艦は、 日本国内に退去、公用力がない河川砲艦三隻は、上海に集合の上1914年8月24日をもって武装解除されて、佐世保鎮守不予備艦となり、第三艦隊から除かれた。第三艦隊には、総合巡洋艦日清と瞬日が編入された。新井高、津島、泉、墨田、伏見寺垣著産少将、川島礼次郎少将。 1910年12月1日、土名はまた八郎少将、1912年4月20日、土屋光金少将、1914年3月25日、宝部表中上。1915年2月5日から1915年12月25日。1915年12月1日から適用された艦隊平時編成における第三艦隊は、本法及び、 市が宴会並み様子交流域を担当し、第5戦隊、第6戦隊、第7戦隊、第3水雷戦隊であった。年度戦時編成では、第1戦兵力として第1艦隊と第2艦隊を展開し、予備隊として第3艦隊を持ち、局地防備部隊として、核賃樹腐部隊を活用するという計画であった。旧式軍艦を機関とする第3艦隊は、 決戦艦隊の予備隊、局地の防備警戒、上陸援護などの任務を担当した。なお、当時の日本海軍は、複数国との戦争を想定していなかった。対ロシア戦において、極東ロシア領沿岸の作戦を担当していたのは、第三艦隊であった。中国との有事では、敵艦隊を速やかに撃滅した後、第三艦隊が、中国沿海や、 様子交流域を制圧し陸軍の攻略作戦を支援する。対アメリカ戦では、第2艦隊が在東洋の米国艦隊を撃滅し、第3艦隊が日本陸軍と共同してフィリピンのルソン島攻略作戦を実施。その後、第1艦隊と第2艦隊が太平洋を精神してくる米国主力艦隊に決戦を挑む作戦構想であった。 昭和期の作戦構想でも第三艦隊はフィリピン方面の作戦を担当することになっていた。三代目の第三艦隊は第一次世界大戦に対応した臨戦編成において南方に進出した第二艦隊の留守部隊として編成された。したがって世界大戦の前半には目立つ動きはなかったが、1917年にロシア革命が起きると、 日本陸軍のシベリア出兵に対応する必要が生じた。海軍陸戦隊は1918年4月5日にウラジオストクに上陸し、同年8月12日には第12師団が同地へ上陸した。第3艦隊はソビエト連邦の制圧のため遠海集方面での主力部隊となった。また、に港受験勃発時に救援部隊の派遣に失敗。 解剖艦ミカサがこの艦隊の一員として進出した際に座礁事故を起こしている。一方で1917年8月14日に中華民国が連合軍側に立って第一次世界大戦に参戦。すると上海で武装解除されていた砲艦三隻は8月16日府で定員を置かれ警備行動を再開した。同年12月15日。 防護巡洋艦千代だと砲艦4隻で第7戦隊が編成され、第3艦隊に編入された。1918年2月6日には、砲艦佐賀が第3艦隊に編入された。同年8月10日、第7戦隊は、検視艦隊に改編されて、独立艦隊となった。同年11月11日、第一次世界大戦は休戦となった。 1921年12月1日からは、第3艦隊に、第3潜水戦隊が加えられた。第1次世界大戦の終結、シベリア出兵の中止、ワシントン軍縮会議に伴う旧式戦艦の廃棄、などのために解散した。大正12年度から昭和5年度までの艦隊平時編成の標準における、第3艦隊は、第6戦隊、第3水雷戦隊、 第3潜水船隊であった。この艦隊平時編成標準は、1921年12月1日から1933年5月19日まで、適用された。ただし、第3艦隊は、書類上存在していたものの、実際には編成されなかった。村上各一中将、1915年12月13日から1917年4月6日。 有馬寮りょうたち中条。1917年4月6日黒井定次郎中条。1918年12月1日野間口兼夫中条。1919年12月1日小栗光三郎中条。1920年12月1日鈴木勘太郎中条。1921年12月1日星中の直江中条。 1922年7月27日から1922年12月1日、高木七太郎少将、1915年12月13日から1916年4月1日、平賀徳太郎大佐、1916年4月1日から1917年3月19日、飯田久常大佐、1917年3月19日から1917年12月1日、 斉藤七五郎少将、1917年12月1日、古川三郎少将、1918年12月1日、内田小三郎少将、1919年6月10日、田口久森少将、1920年11月20日、小松直美希少将、1921年12月1日から1922年12月1日、第三艦隊は、 艦隊兵事編成標準に含まれていたが、実際には存在しなかった。1932年1月28日に第一次、上海事変が勃発したため、日本陸海軍は作戦行動に入った。同年2月2日、第一県外艦隊、第三戦隊、第一水雷戦隊、第一航空戦隊で4代目の第三艦隊を編成した。出雲、野戸領。 上海特別陸戦隊が第3艦隊長官の直卒であった。第4戦隊、第2水雷戦隊等も陸軍輸送船団の護衛に従事した。同年5月5日、停戦協定が結ばれて第1次上海事変は解決した。1933年5月20日に施行された艦隊平時編成標準で第3艦隊は第10戦隊、第11戦隊、 第5水雷戦隊で編成されることになった。第5水雷戦隊は、書類上の存在で、第10戦隊と砲艦の、第11戦隊が、第3艦隊の兵力であった。1937年7月7日に、日火事変が勃発し、7月28日には、伏見宮広安大軍令部総長から長野治連合艦隊司令長官に宛てて、大会令、第1号が発出された。 大会令、第2号では、第3艦隊司令長官、長谷川清海軍中将に、中品及び南シナ方面に、おける帝国市民の保護並みに権益の擁護に委任、図べしと発令した。この時点での、第3艦隊は、第10戦隊が、本邦関東州、委任統治南洋軍島、満州、品、東亜路領宴会、揚子江流域及び、特に例、セラレタル海面、 第11戦隊と第5水雷戦隊が、洋子江流域及び満州、シナ、関東州、台湾、宝庫諸島沿海を担当していた。軍令部は予備的配置についていた艦船を集めて、作戦部隊への増強を図り、第2艦隊に第4水雷戦隊を、第3艦隊に、第9戦隊、第3水雷戦隊、第3航空戦隊を編入した。 第3艦隊の統率能力を上回る大量の増援部隊が加わったため、日本海軍は10月20日付で第4艦隊を新編し、第3艦隊と第4艦隊を合わせて統率するシナ方面艦隊を編成した。第3艦隊司令部がシナ方面艦隊司令部を兼任した。1938年2月1日に第五艦隊が新編されてシナ方面艦隊に編入されると、 シナ方面艦隊は参考艦隊を要する強力な外戦部隊となり、海軍の作戦に不都合が生じ始めた。軍令部は研究を重ね、シナ方面艦隊霊下の参考艦隊を使い師艦隊へ改名し、同時に内南洋方面を担当する第四艦隊を独立艦隊に、第三艦隊と第五艦隊と第六艦隊を有事において進編することになった。 この方針に基づき1939年11月15日府で実施された再編により従来の第三艦隊は第一図開始艦隊へ改名すると同時に司令部の兼任も解除された。なお第一図開始艦隊は1943年8月20日をもって洋子港方面特別根拠地帯へと降格した。新編から解消まで7年9ヶ月。 歴代第三艦隊では最も長い期間存在した。第一次上海事変。編集1937年4月1日。シナ事変勃発直前の編成。編集シナ事変勃発後の新規編入部隊。編集。野村義三郎中将。1932年2月2日。さこん正ま中将。1932年6月28日。 与内いみつま中条。1932年12月1日。今村のぶじろう中条。1933年9月15日。百武健吾中条。1934年11月15日。お川小四郎中条。1935年12月1日。長谷川清志中条。 1936年12月1日から1937年10月20日、シナ方面艦隊司令長官。1937年10月20日、シナ方面艦隊司令長官。1938年4月25日から1939年11月15日、島田茂太郎少将。1932年2月2日、菊野茂少将。 1932年6月28日、三井聖三郎少将。1933年4月1日、高須志郎少将。1933年11月15日、近藤栄二郎少将。1934年11月15日、岩村聖一少将。1935年12月2日、杉山六造少将。 1936年11月16日から1937年10月20日、シナ方面艦隊参謀長。1937年10月20日、シナ方面艦隊参謀長。1938年4月25日、シナ方面艦隊参謀長。1939年10月23日から1939年11月15日フィリピン。 攻略部隊として1941年4月10日に編成された。第3艦隊は6月初旬から第2図解紙艦隊の指揮下に入り、海峡部隊となり、南支沿岸の封鎖に従事した。また南部仏印進駐、不合作戦に関し、第5水雷戦隊や第2根拠地帯が不合作戦部隊に組み込まれた。8月下旬の陸海軍協定で、 フィリピンとマレー半島の同時進行が決定した。秘党作戦では、ルソン島攻略を陸軍が、ミンダナオ島を海軍が攻略することになり、海軍が陸軍輸送船団の護衛を担当することになった。10月1日には、第3艦隊機関となるため、従順洋艦足柄が、第2図海主艦隊より引き上げられ、第16戦隊に編入されている。 また南部仏院新中後に新編された南図海艦隊が10月20日付で連合艦隊に編入され、バキタル部隊としてマレー半島を攻略することになったが、第3艦隊司令長官との専任、公認の関係上、小沢寺三郎海軍中将が南図海艦隊司令長官に任命されている。南方作戦においては南方部隊指揮官、 近藤信武第二艦隊司令長官が作戦全般を葬式し、秘湯部隊指揮官、高橋伊望第三艦隊司令長官が秘湯部隊、乱ン部隊としてフィリピン方面作戦と乱ン作戦をバキタル部隊指揮官、小沢寺三郎、南遣い艦隊司令長官がマレー作戦を担任、指揮することになった。第三艦隊を機関とする秘湯部隊はパラオ諸島で開戦を待った。 ラモン湾の上陸支援、レガスピー攻略作戦に従事した。初期の非党攻略作戦が成功すると、連合艦隊は12月26日府で、第2期兵力部署の発動を命じた。この措置により、非党部隊の大部分やバキタル部隊の一部部隊が、イン部隊に改編され、イン作戦に従事した。第3艦隊司令長官、高橋伊望中将は、イン部隊指揮官となった。 第3艦隊の一部兵力は、これまで同様に、飛湯部隊としてフィリピン攻略作戦に従事した。この飛湯部隊から第3、南図い艦隊が新編され、飛湯方面の作戦を担当することになった。詳細は、乱陰作戦を参照一方、ジャワ攻略陸海軍協定では、日本海軍が占領と、陸軍輸送船団の護衛。 日本陸軍が占領と中流を分担することになり、乱印部隊は、ボルネオ島、スラワシ島、モルカ諸島、ジャワ島など、各地の攻略に兵力を年出した。乱印作戦は1942年1月7日から始まった。乱印部隊進撃の過程で1月24日には、バリクパパン沖海戦が2月4日には、ジャワ沖海戦、2月20日には、 バリ島沖海戦が発生した。ジャワ島攻略では、スラバヤ沖海戦とバタビア沖海戦が正規して、アブダ艦隊が壊滅し、南方部隊本隊やナグモ機動部隊も、ジャワ島南方で残敵を相当した。スラバヤ沖海戦終盤では、足柄と機械艦艇が従順洋艦、エクセター及び、駆逐艦ポップとエンカウンターを共同で撃沈している。 3月9日のジャワ島占領をもって第1弾第3期作戦が完了。連合艦隊は第1弾第4期作戦を発動した。ライン部隊攻略に特化した編成から中流に特化した編成へ変更されることになり、1942年3月10日府で第3艦隊は第2南遣海艦隊へ解消した。ライン部隊に所属していた他部隊兵力は順次、 ランイン部隊指揮官の指揮下を離れていった。詳細は、南西方面艦隊を参照同年4月10日、第1、南塚解艦隊、第2、南塚解艦隊、第3、南塚解艦隊を統括する、南西方面艦隊が新編され、第2、南塚解艦隊司令長官が、南西方面艦隊司令長官を兼務した。1943年4月15日、第2、 南遣海艦隊司令部と南西方面艦隊司令部が分離した。インドネシア各地に陸戦部隊を駐留させたが、大規模な戦闘を経験せぬまま本土との航路が途絶した。フィリピン攻防戦において、ルソン島マニーラ所在の南西方面艦隊が、ルソン島地上戦に巻き込まれて、機能を失うと、日本海軍は1945年2月5日付で、 第10方面艦隊を新編した。第2、南遣い艦隊は、第10方面艦隊の霊下となり、兵力部署としては、東員部隊となった。こうして、第2、南遣い艦隊は、幽閉となって、終戦を迎えた、太平洋戦争を経験した3代の、第3艦隊の中で、終戦まで艦隊としての地位を維持した、唯一の部隊である。1941年4月10日、 新編時の編成、編集5月1日には、以下の部隊が編入された。7月1日、第12航空戦隊から、の塗料が除かれ、特設水上規模艦、藤川丸が編入された。1941年12月10日、太平洋戦争開戦時の編成、編集1941年12月8日、秘湯部隊、編集足柄、ながら、熊明光、なち、 羽黒空母流ぼ駆逐艦、潮風水上規模艦ん、しおかぜすいじょうきぼかんちとせ、みずほふせつかんいつやえやまたか1941年4月10日から1942年3月10日、中村俊久少将、1941年4月10日から1942年3月10日6代目の、第3艦隊は、ミッドウェー海戦で、 主力空母4隻を創出した第一航空艦隊を解体し、日本軍が当時保有していた空母9隻のうち7隻を機関戦力として編成した機動部隊である連合艦隊第一航空艦隊司令部で打ち合わせた第一航空艦隊参謀である源田ミノル中佐によって6月12日に提出された空母部隊再建案が基礎になっているミッドウェイ海戦の戦訓 航空主兵への切り替えが取り入れられ、建設が、警戒兵力増加、航空戦隊再編の3項目が挙げられた。警戒戦力は、駆逐艦、巡洋艦の増加で、弾幕強化し、航空戦隊再編は、航空主兵に切り替えることに焦点を置いた。大型空母2隻に攻撃隊を搭載し、小型空母1隻に、自衛戦力を搭載する3隻編成とした。戦闘機、 爆撃機を増やし攻撃機を減らして、目標を空母に置いた、制空権獲得の航空決戦の方針とした。これをもとに、さらに検討が加えられ7月14日の戦時、編成改定で、第三艦隊として新編された。壊滅した第一航空艦隊の長官、名雲忠和中将と三望長、草加隆之介少将は、第三艦隊の指揮官としてそのまま、 機動部隊の指揮を取ることになった。第三艦隊は、空母6隻と、戦艦2隻、巡洋艦4隻、ながらを機関とする駆逐艦16隻の合計29隻の大艦隊の予定であった。当初より高速戦艦を組み入れ、遠征のたびに臨時召集していた、航続距離の長い駆逐艦を取り揃え、今までにない総合力を備えた艦隊となっている。以後、 新たに改造を終えて収益した空母を加え、一貫して空母機動部隊であり、大艦巨砲主義の終焉により、海軍の戦力としては中核を成した。しかし、編成、戦術上は、根強い大艦巨砲市上主義により、あくまでも第一艦隊あっての存在とされ続けた。1944年3月1日には、第二艦隊と編合わして第一機動艦隊が、編成された。 航空主兵思想に切り替わったという見方もあるが、実態は二つの艦隊を兵が和したに過ぎないという見方もある。ただ、前衛部隊を軍隊区分によらずに指揮下の部隊から重騰できた。第三艦隊司令部が機動艦隊司令部を兼ねた。機動部隊である第三艦隊が統一指揮を行ったのは、南太平洋改戦後の研究会で、草加隆之助少将から機動部隊指揮官が 所在部隊を統一指揮する必要がある。第二艦隊司令長官が指揮するのは、作戦上具合が悪いと意見したことで、1943年8月に解決し、県政上は1944年3月になった。1944年6月中旬、アゴ作戦に伴うマリアナ沖海戦で、主力空母3隻や大量の艦上機と搭乗員を失い、 サイパン島守備隊も玉砕した。第2航空船隊は解体され、1航船は運流型航空母艦で再編。空母随格は3航船に、空母巡洋は4航船に、空母流砲は1航船を経て4航船に、編入された。その後連成した航空機も台湾沖航空船で消耗し、機動部隊の前衛であった第2遊撃部隊も残敵相当に借り出されて、 別行動となった。10月中旬の早1号作戦に伴う、冷凍機沖戦では、艦上機をほとんど搭載しない、おとり艦隊として参加した。小沢機動部隊は、第3航空戦隊の空母4隻を失いながらも、アメリカ機動部隊の誘引に成功したが、第1遊撃部隊と第2遊撃部隊は、レーテ島突入を断念し、第1遊撃部隊第3部隊は、 すりガオ海峡で全滅した。同年11月15日、冷テ沖海戦後の水上兵力整理の方針に基づき、第1機動艦隊及び第3艦隊は解体された。第3航空船隊も戦時編成から除かれた。第1機動艦隊最後の機関は空母流砲であった。第3艦隊の所属水上艦艇は第2艦隊に集められ、残存空母は 1> 第1航空戦隊に集められて、連合艦隊付属となった。1945年1月1日、一航船は第2艦隊に編入され、2月10日には、ヤマト型戦艦ヤマトが加わる。一航船のヤマトが、大野岬沖海戦で沈没すると、1945年4月20日付で解体された。第4航空戦隊は11月5日付で、 第2遊撃部隊に編入された後、11月15日府で第2艦隊に編入された。ただし、第2遊撃部隊の指揮下で行動した。1945年2月5日に第5艦隊が解体され、第10方面艦隊が新編されると、第4航空戦隊も第10方面艦隊に編入された。2月10日府で4公戦に、平準大度が編入され、 同時に連合艦隊付属となった4航船と第2水雷戦隊は北合作戦によりシンガポールから内海西部へ帰島する。その後3月1日付で解体された1942年7月14日新編時の編成編集1943年4月1日ガダルカナル島撤退後の編成編集1944年3月1日 1> 第1機動艦隊新ペンジの編成。編集1944年4月1日。戦術編成制度改定後の編成。編集1944年8月15日。マリアナ沖海戦後の編成。編集。名雲忠和中九1942年7月14日。小沢ワ三郎中将中九1942年11月11日。第1機動艦隊司令長幹事加卒、 1944年3月1日から1944年11月15日、草加隆之介少将、1942年7月14日、山田貞義少将、1942年11月23日、小村慶造少将、1943年12月6日、1944年10月1日、第一機動艦隊参謀長兼務、 1944年3月1日から1944年11月15日。ありがとうございます。